筋肉ポケモントレーナーのびっくりです。幽霊が出てきましたね。ナーゼナーゼの祖先みたいな感じだね。玉虫虹色夢の色、なんだろうな、新宿彼氏嫌がるだろ絶対。なんで彼女と二人きりの旅行のはずが。やっぱり待って、石ってことはピカチュウ進化できんじゃない。植物ポケモンの使い手ネオシカ、これあんまり良くないけど、あれだね、薬に頼るしかねえな。すげえ綺麗じゃん。第6話花の都配信中、ぜひご視聴ください。